BGM だ。ハードモード怖いよ。何やってんだよ。うおー、いってちゃう。出て出て出て。恥ずかしい。オーグ泣かないで、パパだよ。プリ姫が始まるよ。最後まで見てね。パパポン探してね。皆さん、ごきげんよう。今日は、6年ぶりぐらいに人体模型をしていきたいと思います。はい、やっていきましょう。ドキドキクラッシュ。こちらはね、この人体模型に内臓を入れていく遊びです、うん、懐かしい。なんかこれ BGM 流れてたよね。こういうね、ミスったらクラッシュするよ。スパーン、ガタ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 。楽しい。覚えてる。なんとなく覚えてる。奥君は覚えてる。奥君、え、いや、おう、6年前ベリーベリーグーッズだ。よいしょ。うわぁ、11歳と6歳、それぐらいだね。あ、違う。いや、5、うん、大体そのもんじゃない。いや、あ、これ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 、いや、あー、これが人体模型です。はい、ここにね、内臓を正確に入れていきます。こんな感じになる。こんな感じ。危ない。タキシー、あ、ちょっとうわぁ、顎しゃくれてるやん。ね、しゃくれ顎だ。あ、これカードをね、この順番にカードを引いて、引いたカードに従いパーツを入れていくんだって。これ勝ったらなんかあるの。ふっふっふふっふっ。やっぱりこれ潰すの楽しんできないじゃん。ん、あー、プチプチね。これ使うんだって、これ。これ大好き。このピンセット。そうそう、これだ。覚えてる。あー、だって内臓を、まあ、手でもいいか。クワガタみたいね。待って、手をさ、待って、セットしていったりさ。どうやって作るの、ね、こちらはね、パーツです。いろんなパーツありますよ。これ、大腸、小腸、え、どれ、スパツ、スパツ、大腸、小腸、大腸、これは、これ心臓とかもあるね。ビリビリグー、はい、そう、顔もつけていきますよ。はい、そしてカードをシャッフルします。もしも一緒、ちょっとね、ルールを説明するといい。スイッチ、まずイージーモードね。ここでスタート。うわ、この BGM だ。あ、懐かしい。これだね、うん。ハードモードはまた違うんだけど、オーグが踊ってたんだよね。いきますよ。ハードモード怖いよ。うわ、これだ。この曲だ。覚えてる？めっちゃ覚えてる。やば。オーグ踊ってたよね。これで人体模型がずれると、あれ？うわー、びっくりした。じゃあ、びっくりした。こんな感じでね、顔も浮かび上がります。おもろしろい。はい、おーい。ちょっと怖かった。全然。ひめちゃんめっちゃビビってたもんね。うん、うって。私あの時めっちゃビビりだった。今も怖いものなし。じゃあさ、怖いものなし。もう一人ずつやっていこうよ。虫以外。ベリーベリーグーズね。じゃあひめちゃん、まずストップいく。うん、パパがもう適当にカード引くよ。いきますよ。はい、姫ちゃん、肝臓パーツを戻せ。いや、肝臓パーツです。姫ちゃん、これを見ながらやってください。いくよ、みんな。はい、当たるとカタカタなるよ。難くない？ええ、むずい。これ手でやった方が早い。いいよ。いいの？やった。どこ？お。え、怖っ。音消えた。え、入んない。え？うわぁ！びっくりした。怖っ。え、入んないよ、これ。え？いなくない？本当だ、入らない。でしょ？それが入ってないんじゃない？知らんけど。
あ、入ってるわ、これで。え、それでいいの？うん、落ちてくるじゃん。ほんとだ、もう引っ掛けるだけでいいんじゃない？え、そうなの？だって、ほら、うわー、そうじゃないとさ、失敗するときにボーンってならないよね。あ、そうか、ガチッって固定したら。確かにプラモデルかみたいにカチッってやったら。へえ。じゃあ次、オークンいきますか。左でパーツを戻せ。あ、ごめん、左足、左足です。はい、左足を戻します。左足、左足ね。違う、おお、じゃあ私パパ、はい、うわ、左ハイパーツ、左ハイパーツってこれ肝臓つけていて、いけるか？ちょっと待って、スタープラスじゃない、聞かないと、あのちょっと待って、これパパのお母さん命かけてよ、うん、え？え、あの、サンデでさ、命かけてさ、命？魂、そう、魂、魂かけて、かけ多い、ポーカー、ポーカーじゃない、なんだっけ、なんかポーカーだっけ、野球のゲームと、ポーカーだったよ、野球のゲームと、うん、車のゲーム、かけ多いの、魂。え、そうだね。え、違うよ、それは、オッケー、ブリブリグー、オッケー。じゃあ次、ひめちゃん、ダービー兄弟のお兄ちゃん、恐怖のカード2枚連続、肝臓パーツと膵臓胆囊パーツを戻せ。え、これ何？え、それ腎臓。え、違くない？腎臓あるこれ、なくない？ないよね、裏じゃ、裏なんじゃない？やばい、うっふふふって言って、ないよこれ、ないか。じゃあいいや、パパ選ぶわね。じゃあはい、これ、これ大腸、おお、これカタ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 ってなるよ、カタカタカタって。俺やん。じゃあ、危ない危ない、オークンはベリーグーズ、これさっきできなかった、ひめちゃんができなかった肝臓。おしゃい、まあ、カードなしでもうパパ肋骨いくよ、むずいからね。うわ、ちょっと待って、顔が面白い。よし、オッケー。じゃあ次、ひめちゃん手。手。どっち？左手。左。骨折。きた。はい。じゃあ奥右手。うえ。左足いきます。これどうやるの？引っ掛けるの？これ。うん。引っ掛ける系 YouTuber さん。引っ掛ける？引っ掛ける。ちょっと待ってよ。待って。え？苦しい？よいしょー、できたー。え？できたー。入れ墨入れる。え？入れ墨？あ、これ？そう。そうよ。は？え？痛いのよまだ。あ、やべ、動画出しちゃった。ちょっともう一回やり直そう。ちょっと、やば、揺れたのよ。何してんの？ちょっと待ってよ、ちょっと一回トイレ行ってくるわ。ちょっと待って、これ、じゃあこれ、ちょっとカットで。は？動画、ちょっと。何してんの？ちょっと待って。ちょっと待って、動画、ちょっと一回これカット。え、じゃあ、え、見すぎなんて言っちゃダメでしょ。カット、ちょっと一回パパトイレ行ってくるから。次できるように、ね、最初から僕見えるように、なんか二人で最初わーってやっといて、最初わー皆さんごきげんよう、今日はーとか、いや、それどころじゃないんだけど。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、私の、え、待って、何しようかしら、何でしょ、何入れちゃう、え、待って、俺マジで聞いてない、何してんの、は、何してんの、マジ何してんの、俺ドッキリ、ドッキリじゃないこれ、ドッキリ、これ仕返しじゃないだよね、さすがに。なんかさ、タトゥーシールとかあるじゃん、よく。あー、触ってさ、ガジガジってやったらさ、取れてくるじゃない。あー、パパ連れ戻してくるわ。うん、あれ、カメラ止めた、ガチガチ、何しもつけて
え、もう、いや、ちょっと最初キリかどうか確かめガチガチになり最初何しん最初からいや、ちょっといい手出していや、あの、え、実はさ、パパさあれ、いやいや、あの、あれなんよちょっとあの、今後さ、動画でもあの、今ちょっと考えてたのよどうせ露出しちゃうわけじゃん動画に出ちゃうわと思ってあ、じゃあもうこの場を借りてちょっとみんなに言おうかないや、あの、実はね、パパ、ね、パパいろいろあったじゃん、今までだから今後ね、ちょっとこう、気持ちを入れ替えてね、人生をね、生きていこうと思ってちょっと、昨日の夜から入れてきたのはぁ、あ、昨日の夜から、いや、今日もう一回ちょっと色入れてきたんだけど、しっかりとめっちゃ痛かったんだよ手出してはいガチやってるうんもう言おうと思って言おうと思ってさガチ入れたのうんいやいや痛い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 痛ちょ、検証でいい？しっかりと、しっかりとねいや、いや、ちょっと、なんで警察なのえ、触らせていやいやいや確かめるから痛い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 まだ触って、まだ触ってないじゃんいや、まだヒリヒリしてんだってあんまり強くやらない痛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 いガチで乾燥してんだって今入れてすぐだからやばいやばい、痛い痛い痛いやめて、マジ痛い痛い痛いは？マジにしてんのヒリヒリしてんのえ、ほんとこと言ってえ、ほんとほんと、これもう、絶対タトゥーシールじゃんいや違う違う違う痛いんだって乾燥してんのまだ痛い痛い何しんのちょっと一回座ろう一回座ろう絶対タトゥーシール絶対タトゥーシール絶対タトゥーシール絶対絶対タトゥーシールなんで絶対タトゥーシールあのタトゥーあの本当に言ったらいやまあちょっとねやっぱいろいろあったからさちょっと気持ち絶対タトゥーシールいや全部あってもさやる必要ないじゃんでちょっと気持ちを入れ替えてやる必要ないじゃん人生生きていこうと思ってプール入れなくなるよお世話まあそれはもう分かってるそれ承知の上で入れたから人生損してるうわ損してるかな、うん、そんなことないよやっぱ気持ち的にさ心身ともに満たされるじゃんあの温泉とか入ったらまあそうだけどこっちもこっちで24時間満たされるかなと思ってえ腕だけだからそれどうせ後からなんて後悔するよ後悔するから、うん、また除去もできるじゃん痛いよね多分いや肌めちゃくちゃ痛むって思うよもう痛いしすでにやんなくていいじゃん熱い熱持ってんのよ何してんの熱いのよ痛い痛い痛い絶対タトゥーシール痛い痛い痛いあんまり動かさない痛いんだって今日痛いんだってマジ今日あんまりちょっと見せることないしちょっとねあのえこっちは一応竜をえこっちトラこれこの前ドッキリえ私たちさ24時間車の中チャレンジさボクシーの中チャレンジうんでパパにドッキリ仕掛けたじゃん、うん、パパが様子見に来た時に私とオウ君が気にいなくなってたら、うん、それ絶対ドッキリ仕返しだいやドッキリとかじゃなくてちょっと今後ちょっと人生をパパが、ね、もう 100% そうじゃんあもう痛いからちょっとでもこうやって洋服長袖着てんのもちょっと痛いのよまあ結局さ動画いつか出るわけだからさ出ちゃうからちょっともうひめちゃん僕にも視聴者のみんなにも知っといてもらってももういいかなと思ってパパ自身の印象を下げることになるんですよ下げちゃうそのことないよやっぱりファッションの一環いやえ、どうこれオー君かっこいい全然ヘイちゃんはダメ恥ずかしいえ、パパがこう入れたのダメ恥ずかしいせっかくさ、お母さんが産んでくれたのにさうんなんなのまた取材動画出してよえま、なんて言ってバーバーになんて言って入れ墨入れてしまいましたマジオウ君マジになってもうオウ君そんな涙目にならないえ辛いパパが入れ墨入れたら辛いのちょっとオウ君涙目になってる僕やっぱりダメなんでオウ君泣くのオウ君泣かないでダメパパねこれからちょっとあの新しい気持ちでさ生きていこうと思ってさオウ君泣かないでオウ君泣かないでパパだよねパパだよダメ入れちゃダメ入れちゃダメあ、オウ君泣いちゃった
マジ？ダメ？ダメだった。じゃあさ、こうしよう、あと半年ぐらいこのままさせて、はあ、で、除去するから。いや、そういうことじゃないですよ。今すぐ消すの？そうそう、痛いもん、まだ痛いもん。ひめちゃんもちょっと入れてみたらいいじゃん。いや、ちょっとね、いろいろあったからこうね、新しい気持ちでさ、人生生きていこうと思って、じゃ誰にも言わずさっと入れてきたの。最近早いんだよ、1日で入れられるんだよ、半日ぐらいで。ダメ？ダメ？ダメだろ、当たり前だろって言われた。ダメ？じゃあ奥真ん中座ってよ、そのままもう恥ずかしい、泣いちゃってるからね。もう一回見る？またシールでしょ。シールじゃないよ、テカっとるもん。いやいや、今テカって落ち着いてないんだって色が。今日は痛いから、腫れてる状態だから、ちょっと細かくね、腫れてんの。龍、かっこいいね、ドラゴン。かっこいいでしょ。ドラゴン自体かっこいいけど、それ入れ墨はダサい。パパがじゃあ全然似合わない、うん、ちょっと似合うっしょ。似合わない、似合うとかの問題じゃない。結構似合うと思わない？そういう問題じゃない。ね、絶対タトゥーシールじゃん、うん、パパ、ちょっと似合うっしょ。タトゥーシールだったらいいけど、うん、タトゥーシールじゃないよ。絶対タトゥーシールじゃん、だってもうなんかノリみたいだもん。なんかペタペタしてる。違う、痛い。待って、今反応遅かったよ。足は見逃せなかったよ、今。ちょっと痛い。腫れてんだ、でも。なんか剥がれてる、皮みたいになってるってさ。そう、だから皮がめくれかけてんのよ、もともとあった皮が。白くなってて、塗りみたいになってんの。あ、塗りじゃん、ほら。いや、塗りみたいになってるだけだって。痛い。浮かんでるの？そう。ね。だからちょっと、姫ちゃん奥許して。痛い。痛いんだって、許して。半年だけこのまんまいさせて。ダメ？じゃあもう外出ないで。え？ずっと長袖着れば大丈夫じゃん。いや、恥ずかしい、それでも無理、ね、ほら無理。待って、洋服着とけば分かんないじゃん。お体出しておけば。なんて暑いから、どうせパパさ、長袖無理って言うでしょ、うん、あ、そうか、ここが夏だしね、うん。地球温暖化進んで、今年めっちゃ暑くなってる。これってみんなに言わない方がいいかな、視聴者のみんなにも。言っちゃダメ？俺、タトゥーシールだとか、ひめちゃん多く言ってるけどさ。それは、パパに任せるよ。え？それで後悔するかしないかは、あなた次第ですって感じだから。ああ。この動画で後悔しちゃダメ？マストークはそのタトゥーに関しては関係ないから。そうだね。うん、そうだね。いいじゃん。パパがやろうと思ってやったことだから。そうだよね。半年間だけ。無理。半年間ってなんだよ。半年間？痛いんだって。暑いね、今。絶対これあれじゃん。マジックテープじゃなくて、なんだっけ、急に出てこなかった。タトゥーシール。タトゥーシール？本当？だってなんか水色しびらって貼って、なんかペリって剥がしたらなんか。こんな大きなタトゥーシールないよ。いや、あるでしょ。ちっちゃいよ、あれって。ワンポイントじゃん、こんな。いや、ある。アマゾンとかである。何それ、あるのかい。どうせドンキとかで買ったんでしょ。ね、ドンキとかでもう、韓国の。違うよ、ドンキで買ったんじゃないよ。アマゾンでも買ったんじゃないよ。これ。ね。楽天で買ったんだよ。楽天で買ったんだよ。ね。楽天で買ったの。アマゾンや、ね、ドンキじゃないの。楽天。はい、ドッキリ大成功。うわ、くっ。いや、めっちゃ風邪ひいてきた。奥君大丈夫か？奥君大丈夫か？奥君泣いちゃったね。ちょっとこっちおいで。大丈夫だ、これシールで。ね、ごめんね、心配してくれたの、オウくん。ごめんね。ありがとう。ほら、よく見て、これちょっとさ、ミスってさ、ブツブツブツってなってるじゃん、これ。見て、ブツブツブツってなってるでしょ。もう、糊みたいにテカってる時点でタトゥーシールだし、ね、しかもここ、ね、なんか、ここわかる、うん、白くなってるじゃん、うん、そう。あ、痛いのは痛いのよ、ここ擦った。なんでかわかる？腕毛にシールが絡んで痛いのよ。痛い、わかる？これどうやったとするの？水？石鹸、うん、石鹸とかもう2、3日でお風呂入ったら取れていくっていうか、もう分かんなくなってくる。
多分明日明後日ぐらいにはなんか黒いなんかブツブツついてるぞみたいな絵じゃないからもう明日明後日には。奥君泣いちゃったね。ごめんね奥君。びっくりした。入れるわけないじゃん。あのさ、初めて針で刺すんでしょ。知らないけどやったことないけど、パパあのピアス開けるのも嫌だから、怖いから。うん、無理です。なんか人によってはさ、ここの感覚ない人がいるらしくてさ、結構あんま痛くないっていう人いるらしい。いや痛いよ。爪でギュッとやっても。うん。貫通なんか無理無理。注射も嫌だしパパ。人によって痛くないらしいよ。パチンパチンってやるの。はい。パパがタトゥーを入れたら、二人はどんな反応するかという。モニタリング&ドッキリでした。大成功です。奥君泣いちゃったね。心配した。泣いて私はガチ切れ。説教されてたもんね。え奥君どう思った？辛かった。ごめんね。奥君泣いちゃったね。ドッキリと思わなかった？マジモンだと思った？見て。座っていいよ。ここは痛くない。腕がないから。ここら辺ね。こうやると。なんか立てから気が出てる。痛い。めっちゃ痛い。抜けちゃった。腕毛引っ張らないでね。痛いからね、腕毛は。腕毛抜けちゃった。ビビった。だからパパね、今日珍しくタンクトップ着てるでしょ。確かに。これ用にね、買ったのよ。パパはさ。お金かかってるね。これ持ってなかったもん。これあのラルフローレンで3枚セットで、あめっちゃいいやつだ。あの3枚セットね、黒とネズミ色とこのもうちょっと焦げ茶みたいな、うん、3枚セット、それも楽天で買いました。うん、はい、ラルフローレンだからさ、生地しっかりしてるじゃないね。あ普通にこれパンクトップは使えるね。ねマジでいいか。ビビったね、ごめんね。ありがとうね、奥君心配してくれて、姫ちゃんも。ということで絶対ドッキリ仕返しじゃん。ずっと根に持ってったよ絶対。え待って、私動画でガチギリしたん初めてかもしれんね。うん、ありがとうね、2人とも心配してくれて怒ってくれたんだね。うん、ありがとうね、いい子ちゃん。なんか急にこれやるよって言い出したのおかしいなと思ったでしょ。うん、うん、だってさ、うん、こういうゲームやるとき、まあ、昔だったら、うん、ちっちゃい頃だったら普通にゲームして遊ぼうみたいな感じだけど、うん、今だったら、そう、信用できない。そう、これプラス何か他の企画でミステリー系にしたりするもんね。そう、おかしいなと思った、うん、しかもこれ系のシャツ珍しいし、パパ、うん、思ったね。パパそういう色あんま着ないもんね。パパそういう色の方が似合ってるよ。本当、うん、どうもありがとうございます。ありがとうございます。なんか青と緑系似合う。ありがとうございます、よく言われる。そうなの。いや今言われた。奥君これ本物だったらどうする。実はえシールと見せかけて実は本物。そういうのいいから。よく見てみて、触ってみて。シールじゃん。シール大丈夫。触れたら違う、揺れてくるよ絶対。んあーやれて、ぐちゅぐちゅになる、ぐちゅぐちゅになる。シール取れちゃう。ぐちゅぐちゅになる。はい、ということで今回ね、姫ちゃんとおくんね、すごいパパのことね、心配してくれて、泣いたりさ、説教してくれたりしてたりね、怒ってくれたり。優しい子だということが分かりました。え、今分かったの？いや、さらに分かりました。うん、さらに分かりました。今さらって言い方おかしいけど。もうね、これあと2、3日で取れちゃうからね、今のうちに見といて。取れちゃうからね、じゃなくて、早く取って。いや、そうなん、シールもダメかい。じゃ取りたいけどさ、取れないのよ、これ。お風呂入ってこようか。無理やり取るとさ、腕毛痛いし。なんかこれ、ほんと、こんなパパいないよね。初パパだよね、これ。初パパ、ね、ないのよ、それ。顔的に似合わない。似合わない。顔の系統が似合わない。悪い顔してない。なんか似合わない顔してる。むつい顔じゃないの、パパ。納豆お兄さんもこれ系似合わない。あ、絶対似合わない。ダメダメダメ。ね、そういう系？うん。多くも全く似合わない。顔の系統的に。ね。はい、では以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。これもうこんなやばいドッキリされたらもう次もっと倍返ししないとダメでしょ。視聴者のね、途中まで視聴者の皆様も途中まで見て、え、パパ入れ墨入れたんだとかショック受けた人いたらね、ごめんなさい。もうバチバチのシールです。はい、シールです。これさ、私たちドッキリ仕掛ける前にさ、なんかパパが一人で動画撮ってた。ドッキリ仕掛けたいと思いますってボクシーの控え室みたいな。いや撮ってない。撮ってないの。撮ってない。普通に
いきなりよ。サムネイルはね、多分どうしよう。こんな感じで撮ろうか。こんな感じで。よし、じゃあちょっとサムネイル撮影していきます。じゃあね、みんな、まったねー。バイバーイ。オフ、バイバイ言わないの？バイバイ。はい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 。今回のパパ子はここにいたわよ。みんな、わかったかしら？